はい、今日は松本清張の歯止めという小説について話をしたいと思います。これは短編小説ですね。で、この黒の様式の中の一番最初に入っている作品です。で、ドラマにもなっていまして、で、今度ケーブルテレビの AXN ミステリーで放送されます。放送日は2022年9月19日の月曜日16時から、夜の23時50分までですね。なんと20回のドラマになっているんですね。で、それが放送されます。見たことはありませんので内容はちょっと分かりませんけども、短い小説なのにどのように描かれているのかちょっと興味がありますね。で、岸田京子が出演しているということで、かなり古いドラマです。またそこには、異色の小説と紹介されていますけども、まさに原作はそういった少し変わった内容のものになっています。で、この小説はドロドロした背景があって、それはこの動画でとても話す気にはなれないような内容です。そこで、今回はミステリーの部分だけを取り上げて話をしたいと思います。主人公は鶴恵里子という人です。主婦なんですけども、ある日能楽堂に能を見に行きました。そこで自分の知っているある人物を見つけたんですね。その人は自分の姉の染子の元夫で畑島信夫でした。畑島はいわゆるエリートで TI の工学部の教授をしていました。畑島は叔父の家に養子として育てられたんですね。で、養父は畑島実蔵で、養母は織江と言いました。その環境の中で姉の染子は畑島と結婚して一緒に住んでいたんですね。で、恵里子はその能楽堂で畑島に会って、まあ言葉も交わして話もしたんですけども、そのことを夫の義雄に話をしました。すると夫は昔を思い出すように畑島のことを少しずつ話し始めたんですね。で、その話は恵里子にとってあまり思い出したくない話題でした。というのも姉の染子は自殺をしていたんですね。染子は結婚して2年も経たない間に自殺をしたんです。自分の部屋で青酸カリを飲んでいたんですね。砂糖湯に青酸カリを入れて、まあ湯飲みの中にその2つを混ぜてですね、そうして、飲んだということなんですね。発見したのは畑島で、2階の書斎から1階に降りてきて染子が倒れているのを見つけたんです。ここで青酸カリはどこで手に入れたのかということなんですけども、染子の友達が薬問屋にいて、その人がある日警察に来てですね、事情を話したんですね。で、染子は殺虫剤が効かないのでそれを混ぜるために買いに来たということなんです。で、その友達は1グラムの青酸カリを渡しました。で、染子が死んだのはそれから1週間後でした。ところが畑島も青酸カリを同じ時期に手に入れていたんです。同じ T 大の知り合いから殺虫剤に混ぜたいからという理由でもらったんですね。その人は青酸カリを1グラム褐色の紙に包んで渡しました。で、恵里子は薬問屋にいる染子の友達川田静子を訪ねていきました。すると彼女は確かに染子に青酸カリを渡したと言っています。さらに赤い紙に包んだと言いました。その赤い紙が現場から消えてなくなっていることがこの事件の一つの謎でした。一方、事件が世間に明るみになって畑島はもらった青酸カリを大学の知り合いの人のところに返しに行きました。その時に返したのは赤い包み紙だったんです。このことから恵里子の夫はさらに推理をしていきます。姉の染子に青酸カリを飲ませたのは畑島だということなんですね。自分の持っていた青酸カリを飲ませたのです。で、染子が持っていた赤い包み紙の青酸カリを知り合いに返しに行ったということなんですね。そういう推理をするんですね。そうして染子が自殺をしたことに見せかけた
ということなんですね。夫はそのように、自信を持って推理をしていくんですね。で、その推理の話を聞きながらエリコはふと疑問を感じました。本当に畑島が犯人なのだろうか。どちらも同じ時期に1グラムの青酸カリを偶然に手に入れたというのは変だということなんですね。しかもどちらも殺虫剤に混ぜるためという理由も同じなのは偶然としてはおかしいということなんですね。エリコは真犯人は別の人物だと思っているんです。あるいはその人物と共犯かもわかりません。とにかく背後に重要な人物がいると考えたのです。果たして真犯人は誰なのか、またその動機は何なのか、そのことを話すには、最初に言いましたこの小説のドロドロとした部分を全部話さないといけません。知りたい方はぜひ本を読んでいただきたいと思います。で、今日話さなかった部分を本を読んで知ることは決して気分の良いものではないと思います。で、この小説を読んで思い出したのは、芥川龍之介の秋という短編ですね。二人の姉妹の結婚後の運命を描いた点では少し似ている気がします。ではまた別の作品でお会いしたいと思います。